俳優リュジンが芸能人に劣らない要望で話題になった長男チャンヒョンの芸能界進出に対する考えを話した。リュジンは最近放送されたチャンネル A、4人用食卓で息子のチャンヒョンが言及されると、今高校2年生だが、身長が185センチメートルだ。ファッションの方に興味がある。アクセサリーが好きで目も悪くない子がメガネのフレームが多い。毎日ランドセルは用意しなくても、 翌日の服は用意しておく方だと近況を伝えた。続いてリュウジンは、最近の子供たちがそのようなことに関心が多い。チャンヒョンはそれに今、体も作っている。本人が体を作るので、次男にもジムに行こうというと紹介した。それと共にリュウジンは、各種企画会社から子供の母親に連絡が来る。 私が話を聞いただけでも国内最大の芸能事務所から一度でもなく、ずっと連絡が来ると言っていた。ところが、子供が芸能界に関心がない、チャンヒョンは医者になりたいと言っていると告白した。これを聞いたパク・ジュングムは俳優のように良い職業がどこにあるのか。と言ったが、リュウジンはまだ違うようだと慎重な姿を見せた。